ちなみにあれですね、今出たところですけど、さっきの字はやっぱし、あれね、靴ヶ谷っていうなんか、読むのかな、なんか書いてありましたね、今出てましたね、そうです。あ、そこに書いてあるわ。あ、違う、靴の屋、靴の屋と呼ぶらしいです。さっきのこの感じね、この感じでね、靴の屋と呼ぶらしいですよ。はい。忘れんがいように入れときます。まあ来る途中もね、やっぱりね、聞いたことのないね、地名がいっぱいあったんで面白かったですね。なんか千の量って書いて、なんかね、何やったっけな、なんか千の量って書いて、なんかトンネルの名前ありましたしね。なんかあの辺りのトンネルの名前、全然聞いたことない名前がいっぱいありましたけど、これはいい車が走ってきますね。ちなみになんか快活クラブは、おい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 、そのタイミングはねえだろ。で、快活クラブになぜかフィットネスジムが一緒に入ってるんですね。面白い快活クラブ。でもここに快活クラブがあるな。よしよし。とりあえずいざとなった時の寝床はここですね。よし。そういえばね、せっかくこっちに来たんだらね、ちょっとね、今ね、ふと思い出したことあります。さっきはね、静鉄がいっぱいね、どうのこうのっていう話してたじゃないですか。そうですよ。静岡鉄道ですよね、こっちって言ったら。ターミナルやっと来たいですよね、せっかくなら。と思ったらね、今ちらっと地図見てみたらね、草薙駅ってのはどうも近いらしいです。あれですよね、県営草薙球場って大体年に1回ぐらいなんか試合やってますよね、巨人戦の。草薙球場の、あれですよね、多分。ってことで、よし、じゃあそっちに行ってみようじゃないかってことでね、ちょっとご飯を食べに行くにはもうね、12時に差し掛かっちゃいましたんでね、多分どこも混んじゃってますからね。こっちの方だったらちょっと今離れてますから、ね、静岡のね、街中今走ってくるときに、一応ね、パーキングの料金見てみたんですけど、1200円、1300円とかってなってましたんで、1日で。こっちだったら1000円切ってないかな。ナンバーはやっぱまあ当たり前ですけど、静岡ナンバーが多いですけど、富士山ナンバーもやっぱしあるんですね。あとは、八戸。八戸は全然こっちのこの地名じゃなかったような。あれ、八戸ってどこだ？青森か。ああ。まあこれはイレギュラー中のイレギュラーでしょうね。今ね、ちょっと充電とかするのにね、コンセント使っててね、ナビが見れないんですよね。なんかうち謎なんですよね。ナビが2つの2台ついてるっていうね。両方ともナビナビなんですよ。三菱製のナビとパナソニック製のナビなんですよ。なんでこんなことになってるのか謎なんですけどね。多分ね、ナビが古くなったから、よし、ナビを変えようって言ってね、ナビを変えたんですけどね。せっかくやからって言ってこっちも残してあるみたいでね。さてね、通ってきましたよ。やっぱこっちのちょっと安いですね。ね、24時間800公園。どうせね、移動するんでしたらね、安いに越したことはありません。で、1日乗車券買ってしまえばね、多分、こっちのお得でしょっていうことなんですけど、そもそも一日乗車券があるのか何個のもう分かりませんけどね。大体この手のところってありますよね。なかったらどうしような。まあまあ、そうすると結構大きな痛手になるんですけど。でもすごいですね、タワーマンションとかいっぱい建てますね。これは草薙地区になるのか、清水区になるの。草薙はよく分かってない。よく分かってないですけど、こっち側が清水の方なんですよね。うん。とりあえずね、駅は JR 草薙駅で、ここが静鉄も多分来てるんですよね。なんかそんな感じ、地図見た感じそんな感じでしたからね。多分ここで静鉄と、JR がね、乗り換えできるようになっとるはずなんですけど、まあまあ、小綺麗な、ま、ね、駅じゃないですか。はい。あ、ちなみに新しいスマホの方ダメでした。やはり、温度センサーの異常が出て、もう全く撮影が何もできなくなってしまったんで。まあ、だいぶ暑いですからね。まあ、32、3度くらい悪くちゃおうかな。勢いよく走ってくるなと思ったら、そっか。JR っていうか、新幹線が走ってるんですよね。そっか、そっか。バス停駐場も綺麗ですね。あ、言うとったら。静鉄バスが来て、これは新幹線っぽいな。地図がある。
JR 草薙駅、ここで、あ、このガードくぐったところに、くぐったところに静鉄草薙駅ってなってますね。なるほどなるほど。ちょっと向こう側までくるっと回らなかったのね、はい、南口に抜けるには階段で抜けないといけないのか。登ってきたらこんな感じになってるんですね。あ、でも本数も多いですね。10分に1本ぐらい来るんだね。へえ、浜松まで直接行けるんですね。へえ、静岡行き熱海、あ、起きてね、起きてね、いかにも一般地丸出しですけど、だいぶ四日市とは要素が違うな。あ、そっか、 JR 東日本が入ってくると緑色なんですね。あー、そこまで買います。弁天島、新井町、あっちの方まで買えるんですね。あ、そっか、見延線とかも走ってるもんね、はい、本数はやっぱ言うて結構ありますね。うん、只見方面も11時台で 1,2,3,4,5,6 7本とかある。1時間7本とかあるかね。6,7本は1時間6本、これ10分に1本単位でずっと走ってくるんですね、休日でも。ね、すごいですね。ね、我らがいともの四日市が、ここ四日市ね、まあ、こうやって地図で見てみると、まあまあな距離ですね、やっぱし。うん。うん、なるほど。はいはい。で、見延線っていうのが、あ、こっちか。こっちからこう行ったら見延線、ああ、そうか、甲府の方に行くやつね。ああ、なるほどな。で、こっち。地に静鉄はこっちなのかな。おお、なるほど、南口ね、はいはいはい。さて、南口方で言いました。南口がメインなんですね。いろいろありますね。なんかパンね、フロントさんね、魚屋道場なんかもね、スラッとまとまってますね。で、ラーメン屋さん、横浜屋、家系ではないみたいですね。うんうんうん、来る途中に何かありましたけど、居酒屋ワンコップとかね、いかにもこうパッと飲めるね、地元の人向きのあれ、清水銀行の ATM なんかありますね。ローソンもなんかおしゃれじゃないですか、これ。あ、グランソード草薙ってなんか最近だったでしょうね、この感じね。ローソンも全然近づかない、ローソンで分かりませんね、これ。へえ、近づけばローソンで分かるっていうのがさすがですね。さあ、あと、でも隣にはファミマもあるんや。へえ、こっちはなんか昔からあった感じですよね。多分あのサークル系やった感じですよね、下のやつが。すごい綺麗ね、綺麗な建物いっぱい建ってますね。あ、でもお店もいっぱいあるしね、いいじゃないですか、アクセサリーショップやら。あ、でもそうか、静岡の方、どっちかというと静岡の方回らなあかんのかね。あ、山内農場なんかもあるんだ。駅向こうなのかな、みんな向こうに歩いていくな。全く勝手は分かってませんからね。あ、不動産情報、あ、ダメだ、閉まってるわ。不動産情報待たせないとき、まだね、家が決まってないって言ってましたからね。そう、しばらくは、名古屋から、名古屋って言ってもね、名古屋市じゃないですから、そこからちょっと離れてますからね。からしばらくは通いで行くって言ってましたからね、静岡まで。なかなかそれは大変じゃないかと思うんですけど。あ、これ、あ、静鉄草薙駅ってなったのは、これだこれだこれだ。なるほど、あっという間に着きましたね。そんな離れてないんですね。ということで、これが静鉄草薙駅。ほう、なるほど。やっぱ静鉄は赤白なんだ、踏切が面白いな。へえ。